明けましておめでとうございます。さあ2023年新春スポーツ対決と、まあ対決っていうか一人でやるんですけど、世界中の人とこの任天堂スイッチスポーツを使って対戦します。いきます。まずはテニスから、もうとにかく普通に体を動かして遊んでいくという、企画、まあ企画でもないんだけど普通の動画です。はいチャンスが来た。はい、まずは1ポイントで、スイッチスポーツ一回アップデが入ってゴルフとかがね追加されてるんですよ。なのでまあそれをね、まあ、やっていこうというのも、この動画の趣旨でもありますといったところですね。いやこれは触っちゃしまった。今のは後ろに任せてよかったね。オッケーオッケー、ほら、さあここは決めていきたい。いいよ、ほい、ここはスピンをかけて強いボールが、今のはねこれフォアで打てんかったか、バックになっちゃったな。バックハンド、おい、いいよ、おい、おい、うわ、うまいとこ決めてくるね。おい、いいよ、手前、返す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 、やばい、いや止めていく、いやさすがに無理。3点か、いかんな、あのピヨーンってなったらほとんどスマッシュ打たれるからね。それは相手は狙ってんだな。手前、オッケー、いやいいんなの今の、来た、え、打てなかった、やばい、危ない、いやよかった。まあこれも相手のミスと、お互いミスが出たね。さあ2対3、うーん、こういうミスが一番いかん、こういうミスが最終的に点に響いてくると、まずいな。バックハンドで攻めていく、うん、バックハンドで攻めていく、ダウンザラインはちょっと狙いたくない、手前にもいるからね。 OK、 いやーいいとこ来るね、いいよ、手前、はい、これはちょっとネットにピョンとかかったから申し訳ないけどミスを誘った形になったな。さあ、いやーこれもあんまり、いやーいいとこに決めてくる、やばいっすねー、なんちゅう打ち方で、あたふたしながら打っとったけど、オッケー、これはこれは相手もね早まっちまったな。さあ4対5、かなりの接戦になっている。おい、おい、ここは決めてくるか、うわー今のはね手前が触んないといけない、いやこれマッチポイントか、止めるよ、連続ポイントで止める、どうだ、これはいいとこに、マジで、いやーこれ強かった、今の取れるんだ相手のこの後ろのね人が強かった。さあ行きます、2戦目、まあ2戦目というか2種目目、バドミントンです。
はい、もうやり方忘れたわ。大丈夫かなこれ。振るだけでいいかな。サーバー、はい。はい。おお、普通に決められていく。普通に決められる。いや、大丈夫かこれ。打ち方とかさ。あ、ドロップがあるのね。はい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 。いいね、今の。手前ドロップを一個入れて、相手のちょっと不安ってなったところに、スパーンと、スマッシュを決めていくと。はい。さあ。どうだ。奥が打ちたいね。ああ、いいんだ。ナイス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 。相手がアウト見切ったかと思ったけど。いや、全然イン。全然インだった。さあ。これ、後ろ。奥やって、ドロップ決めて、いいよ。どうだ。ほっ。おい。オッケーオッケーオッケー。いいじゃんいいじゃん。このドロップ決めからの強いスマッシュね。さあ、ドロップを決めて右にやりたい。ほい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 、おい、オッケー。同じパターン、同じパターンでいってるよ。相手のドロップが来んな。来ないうちは全然オッケーだ。さあ、マッチポイント。あ、全然普通に入った。よし、バドミントンは勝ちましたと。ああ、それではこのスイッチスポーツ花形競技サバイバルボーリングいきます。さあ、ここがね、一つポイントとなってくる第三競技。みんななんかいろいろコスチュームあるね。8以上で通過。はい、いきます。いや、これね、もう感覚がないから今。ちょっとやばいかもしれん。事故った。いや、もうちょっとこっちでいいわ。どうだ？巻き返す！スペア！ガーターからのスペア巻き返していく。よかった。いや、でもこれはね、ストライク取っとかんとやばいよ。で、8人スペア、ストライクでしょ。ガーターからの、いや、みんなスペアだ。みんなスペア取ってる。いやいやいや、これはやばいな。ストライ、うわー、曲がんない。このね、センサーがね、うまく効かない感じ。これまずいっすよ。頼む。よーし、よしよしよし。スペアスペア。いや、最低限スペア。最低限のスペア取っていこう。いや、でもこれ、あ、でも、ん？うわー、普通にさ、ストライクからのっていう人が強いよね。いや、あの、スペアの後が大事なんだよな。これ普通にダメだな、多分。普通に、曲げてくよ。いやー、これストライク取りたいんだよな。これダメかな。多分敗退。まあ、なんとかスペア取って、3連スペアだけど、
そのね、ガターと1が痛すぎる。いやもうだって敗退ラインだもん。いやちょっとこれもう一回いくわ。さあリベンジマッチいきます。サバイバルボーリングリベンジ。さあ今回このメンバーです。なんか変わったコスチュームの人いっぱいいるけど、自分はほぼデフォルト。行くよ。さあ行きます。おっといきなりなんか変則だね今回。了解了解。面白い面白い。これは待って、時間があんまない。冷静に行こう。どうだ、いいんじゃない。いや8か、8ピンかい。いやこれは冷静に、冷静に行けば絶対に取れるスペア。いいでしょう。よし、オッケーオッケーオッケー。これはまずスペア取ったのはでかいんじゃない。ストライクが誰もいない。いや中級なだけあって、いやこれいいよ、いい傾向いい傾向。はい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 。あれスペアが2人しかいないよ。これはいったんじゃない。9スペ10スペがいるけど、オッケーオッケー。これじゃあいいねってやっと、ああいいねって やれんかったわ。さあいきなり高ダッシュ、高スタートを切った。さあうわー、しかも中級、これ2連目からなかなかしんどいね。ただこれは普通のボーリングをやればいい。これさ、でもさ、これ普通投げるわまっすぐ。いくよ。いや惜しい。いやオッケー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 。なんだ、大きなミスしなきゃいいわ。ただそう、そんな保守的でいくと負けるんだけどね、大体。まっすぐでいい。オッケー、全然オッケー。いや全然オッケー全然オッケー。ストライクも2人いるけど順位的には全然大丈夫。さあこっからだね。いやこっからというか、まずは1回戦を突破しないといけない。さあ中級、いやこれも、これはでもさ、ここのまっすぐでいけない？当たっちゃうかな？これ当たったらやばい。当たんない。素晴らしい。これはでかい。これはでかい。ストライク取った。ナイス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 。さあ49、これトップだよ。トップで2位通過、2位通過じゃ、トップ通過で2回戦。いや、これはね、これはいったでしょっていうか、自分の隣にめっちゃハゲた人おったけど。さあ、1回戦1位通過です。系なんじゃないですか。そして2回戦へ進んでいくと、ほらめっちゃハゲた人が1人隣にいる。さあ5位以上で通過と。任せなさい。なるほどね。これレーン動く？あ、レーン動かんか。
ここでいいや。まっすぐ。割れてしまっていく。真ん中すぎた。これはまずいぞ。でも隣の人もまずいことになってる。いや、これさ、ちょっと勝負かけるか。ここで勝負かけよう。どうだ。いや、無理か。惜しかった。狙ったけど惜しかったな。やばい、スペア勢が結構いる。いや、これはね、これ、このレーンめっちゃ大事だ。最低スペア。あわよくばストライク。あ、狙えるね。狙える、狙える、狙える。狙う。よっしゃー。よし。ここでストライク取ったんでかい。オッケーオッケーオッケー。さあ2位の人が66点だから、いや、これはこれはもう3回戦はいけるな。さあ2回戦2レーン目が終わり、3レーン目に行きます。あー、なるほど、こういうパターンか。いや、これは順番というか、こうしてあそこが空いてる時に投げるのみ。いやー、キューピンか。オッケーオッケー。まだ確実にスペア取りたい。確実にスペアね。まっすぐよ。オッケー。さあ、97と。いや、でもストライク勢おるな。ちょっと詰められた感じはあるな、2位の人に。いやー、ちょっとね、1レーン目ミスったからね。そこのミスがちょっと響いてる。ただ2回戦も首位通過と。オッケーオッケーオッケー。準決勝進出と。さあ、準決勝です。5人中3位まではいけると。さあ、レーンは中級レベルでとどまっていると。これはもう、ここだな。で、さっき、あ、ちょっと待って。ちょっと事故ってるよ。いや、でも、大丈夫。大丈夫よ。よし、オッケー。さっきね、真ん中入りすぎたから若干右にした。若干右にしたことで、きちんとストライクを取れると。さあ、ライバル的には、顔文字の人かな？2位の人がね、ストライク、スペア取れんかったから、顔文字の人がライバルになってくるかな。さあ、ここもでも普通に、まっすぐでしょ。いける。いやー、9か。まあ、OKOK。あ、でも顔文字の人、スプリットだな。これはいける。よしよしよし。まっすぐ作戦が一番強いんじゃない。
さあ3投目いきます。あーまあまあこれもタイミングを見れば大丈夫、タイミング見ていけば普通に左側にしよっか今度。どうだ、いやー、オッケー、これは素晴らしい、これもらったでしょ。あでもみんなストライクだ、上位勢はみんなストライク。え、でも155か。迫ってきたな。うわーこれ顔文字の人と一騎打ちだ。これはでも顔文字の人がどう出るかだね。一投目。それ大事だな。で、最低限スペア取らないといけない。その、最後の3つ目に進まないといけない。さあ勝負、勝負よ。うわーシンプルか、シンプルの方が多分弱いな自分は。マイクにごそっと当たったけど、よっしゃ決めていく、ダブル決めていく。マイクにドーンと当たっちゃったけど、イヤホン越しに。さあここ決めたのでかいよ。あもうわかんないんだ、連続でまっすぐ。いやー9か、オッケーオッケーオッケー。最後はきちっと決めていくと。オッケー。いや、もうこれで。あとは待つ。相手が3連ストライクだったらもう、負け。多分勝ったんじゃないかな。うわー、負けた。顔文字の人強かった。さあ、最後の競技、ゴルフです。で、チュートリアルと、コンピューター戦終わったんで、こっからですね、やっていきます。リゾート C。うわー、いきなりなんか難しそうなステージだね。で、やってみた感じ、難しくなってると思うんすよ。難しくなってると思う。はい。まずこれ、いや、もうこれ突っ込んでいいんじゃないか？大きなミスをしないように。いやこれ力加減がすごいむずい。これぐらいか、これぐらいかな。いやー弱くなっていく、これまずいな。いやでもうまく下をくぐり抜けてナイスめっちゃうまくいった、むしろうまくいった気がする。でね、メーター思った以上にね、飛ぶなので、これ、狙っていいんじゃねえか。いや、でもこれミスったらやばいな。いや、これな、ちょっとリスクだな、だいぶ。いや、これならいいんじゃない？ギリギリ。乗ってくれよ。ナイス？乗る。いや、乗ればいい、乗ればいい、乗ればいい。全然乗ればいい。そしてバーディーチャンスにつけていく。いやーこれ右だな、右から高くなって左だからこうだね。で、いやこのねパターの力具合がすごい難しいの。3つ行きたい。いやー微妙だけど、まあ近づいたから OK か。なんかねパターの力具合が難しくなってんだよな。環境が悪いのか分からんけど、ここは絶対決めておきたい。 OK。 いやパーならいいんじゃない、ダメかな。さすがにパーだった
たら、あ、もうこの、ん？ここに飛んできた一人がいる。いや、パターが難しい気がすんのよな。そうだよね。みんな結構外してる気がする。ギブアップがいる。嘘だ。弱っ。さすがにそれは弱いな。まあ時間的にも結構ね、いやそうなるよね、タイムの難しさが、いや タイムの難しさじゃない、タイムのあの余裕があるんで、ちょっと待ち時間は増える感じだけど、いやでもこのトーナメントは面白いね。昔あのみんなのゴルフで、あの大会っていうのがあって、何時に何が開かれますみたいな、それやるのがめっちゃ面白くて、それ確か5だったかな。あのモード復活してほしいんだけどな。多分今あんまない、あ、なくはないのかな。ミンゴルももうやらんくなっちゃったでな。さあパー自分だけだよ。あれ、これは、これは勝ったのでは。さあ2ホール目です。なんでこうまた難しそうなステージばっかやねん。さあ後半ホール、5位以上で通過なんだけど、いやこれねかなり難しいよこれ。6メートルの風が吹いていて、3つ半以上。いや、3つ半あれはいいや。打ち下ろしになってるから。いや、強すぎる。これは強い。悪い、これ強いわ。いやー。これさー、いや、このゲーム難しくなってるよ。3つだったらいっか。いや、このゲームマジで難しくなってる。完璧。いや、なんかバックスピンかかった。オッケーオッケーオッケー。まあ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 、これだったら、最悪、ボギーで上がれる。よーし、オッケー。まあ、ボギーオッケーじゃない。力加減っていうかね、難しい。ホールもむずいわ。いや、だってみんな結構ダブルボギーばっかだよ。いやー、そう考えたらナイスリカバリーだったわ。さあ、あと2人、あと1人。終わらせちゃってくれ。考えてやるタイプなのかな、この人。さっきも結構遅かった。まあ決めてくるでしょう。決めれないんかい。OK パッドないんだ。いやもうチョンだよ、チョン。OKOK。さあ。まあ1位通過なのかな、多分。ボギー5ポイント。ボギーも自分しかいない。さあ、一応1位通過。あ、で、同率4位が3人もいる。あ、そういう感じね。だから全員突破するのもあるんだってことは。そうか、そうか。さあ、準決勝3以上で通過。これは、いや、むしろちょっと右目でいい気がするわ。さっきもこのステージやったんすけど、いや、オッケー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 。超えてくるんじゃない？ダメか。
あー、まあ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 、あの向こうのラフに突き抜けるよりかはいいや。さあ2打目で、ここが一個鬼門になっていて、これね、3番アイアンでいいわ。いや、いやでもスプーンで勝負かけるのもな、悪くないな。これね、強すぎるとね、すぐ池行くんだよ。池ってか海か。いや、オッケーオッケー、これだったらいいわ。多分これ乗ってくる。あー、乗らんか。まあ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 。いい、ここならいい。で、安全に行くならもう、パターでいいっしょ。パターでもう、ガーンと打っちゃいいんじゃない。まあ、そんなに遥か彼方行くことはないけど、結構行った。結構これ力加減がむずいわ。さあ、ここバーディーで締めたいね。一個。いや、ナイス、ねじ込んだ。オッケーオッケー。ここバーディーで締めたのでけえわ。いや、普通にむずい。あ、チップインナイス。いや、でも本当に難しい、このゲーム。あの、ウィースポーツリゾートとか、ウィースポーツの方が簡単だった。力加減がなんかうまくいかないんだよな。またこの人か。すんごいこの人慎重にやるけど、あ、でも一応3位なんだ。早くしてくれ。早くしてくれ。はい、もう決めちゃって。遅いのよ、この人。まあ、ゴルフはね、そういうスポーツだから、せかしてはいけない。ただ、急いでプレイするっていうのもね、必要。さあ、バーディー10ポイント獲得。オッケーオッケー。22。さあ、これは相当有利よ。相当有利。決勝はまあいけるでしょう。っていう感じで。ここ、あれ、短いホールだった。うわ、むず。ここ難しいぞ。これスプーンでいいわ。うん。いや、全然これでいい。これならぶっ飛ぶこともないっしょ。オッケー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 。いや、ドライバーで張り切ってボーンと飛ばすと多分池に、池っていうか川か。川に落ちちゃうと思うから。これも一個、いやー、これ一個落とすの結構リスクかな。いや、でもいっか。あ、オッケー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 。この感じだったら乗るでしょ。オッケーオッケー。乗っていく。素晴らしい。素晴らしすぎるわ。ここ決めたい。いや、でもね、本当にちょっとしか振ってないのに、これ今2つのメーター行ったもん。力加減が。来た！よーし、ナイス！素晴らしい。バーディーを取っていく。いや、これ優勝決まったんじゃない？さすがに優勝決まったと思うけどな。この人すごい慎重に、あ、バーディー取ってきた。やるじゃん。だいぶ遅いプレイの人だったけど、ちゃんと決めてくるね。さあ、うわ、決めた今。あ、決めてないんかい。
ギブアップしとるやん。さあこれにて、バーディー取ったんで順位的にもまあ32だから、これほぼ優勝でしょ。結局ゆっくりな人が2位に上がってきたんだ。行くぞ、優勝に向かって最終ホールリゾート A ホール1、一番簡単なとこじゃない？違うか。さあ行っちゃいますよ、決勝戦、ベストを尽くそう。一番簡単なとこだもんね。いやいいね。いやー右じゃない、左に曲がった。これはでも、いやでも3つメーターまでしか打てないけど、どうする？いやこれって5番アイアンでいいわ。あーまあまあか、まあまあだ。いや全然 OK だ、むしろすごい、むしろ素晴らしい。さあバーディーチャンスに乗せてくる。これいやこれほぼまっすぐなんか、これぐらいにしとこうか。いやーバーディーで締めたいな。いいよ、決まった、ナイス、バーディーで締める。これは勝ったでしょ。あれていうか一人いない？なんか一人落ちたっぽくね。さあ結局君と二人か、決めてくれよ、もう優勝は決まったんだから。ほら早く打ってめっちゃゆっくりやる相当真剣。早く決めて。さあ入るか、入っていく、ナイス。お、バーディーちゃんと決めてくる、お疲れさん。さあバーディーでした、優勝です、優勝です。はい、ってことで今回はここまでにしようかな。新春スポーツスペシャルとしてやっていきました。正月スペシャルでございました。結局最後3連バーディー、いい締め方だった。はい、また、次回スイッチスポーツいつやるか分からんけど、まあこういう四半期春夏秋冬とかそういう時にね、まあ大晦日でもやってもよかったかもしれんけど、これ新春としてやりました。また次回です。お疲れ様でした。さよなら。